第1回 DJ リョータお城の会始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんで女の子いねえの、可愛い女の子。パーです。男に質問されても何にもなんないでしょ。まあまあまあ、それもいいし、まあ全然いいよ。なんか今日は緩い感じでね、質問もこっちで用意してくれてるらしいから、あとは全然答えよ。今日僕考えてきたんで。じゃあ今もね、居酒屋行ったし。いいですか。あー、いいよ。一つ目の質問よろしいですか。いきなりだね、女の子だった。パーフェ、いきます。いいよ。まず一つ、DJ リョータ、なぜ DJ を始めたんですか。いいきっかけ、いつだっけな、高校生ぐらいかな、18とか。その時なんかデイイベントやってて、結構昼間、それで結構遊びに行って、はい、でその先輩たち多分見てるし、なんかつまんなくて、イベント。でもそこだけじゃない、先輩が悪いわけじゃなくて、他のイベント行ってもつまんないし、なんでつまんないのかと思って、あれって自分がステージ立ってないからだと思っちゃって、あれ、そっからが、あ、そっか、そうそう、そっからで立てばいいんだと思って、ははは、うん、逆に、逆転の発想。普通つまんなかったら行かなければいいけど、はいはいはい、うん、逆に自分がステージ立てばいいと思って始めたっていうのがきっかけだね。それでだって DJ ってワンマンライブもやってたじゃないですか。おお、2回ね。DJ のワンマンライブ、うん、周りでも聞くのが、岩田君ライブ見に行くね、ライブと思って、DJ のライブと思って、それもすごかったんですよね。ああ、そうね。だから何、なんでやったかみたいな聞きたいの、要は。そう、言っていい？恥ずかしいんだけど、恥ずかしくないんだけど、結局配線できないのさ、 DJ の配線ができないから。でもワンマンってことは、だから DJ ってクラブとか行ったらさ、配線管理に次の DJ がね。それでもワンマンってことは、最初から自分の配線だから、最後まで変えなくていいから、ワンマンライブやった方がいいから、そう、迷惑かけないし、周りにもね。だからそれでワンマンやって、玉子町札幌でやったかなっていうのが、あのワンマンライブのね、あるね。そういう理由でやってたんですね。そう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 。札幌でもだって、すごい入ってましたもんね。まあまあまあ、結構ね。さすがです。うん。全部札幌楽しかったね。テレプで出てるから全部ではないから。まだ今回は第1回で最後のやつ。ああ、いいですよ。今まで DJ7 年8年やって、今まで一番印象に残った印象イベントってありますか。ないね。強いて言うなら、強いて言うなら、ね、4、5年前のイベントかな。正月一応になったんだよね。うん。でイベント中も20回ぐらい撮れて、上からも下からも出てさ、それでもステージ立ち続けたっていうのがちょっと印象的だね。そうそうそう、それも苫小牧でね。結構その時とか本当に静かに帰ってこれなくて、地元今静かに撮ってるけど、はいはいはい、結構みんなね否定的だったし、周りの友達もね、家族とかも。だからもうその時とかめっちゃ本当にね、結構本当に金ないから、あの正月トライアル行ってさ、弁当に半額になって150円の弁当ね、とね、70円の緑茶でさ、230円の会計してさ、それ一人食べながらさ、アバミコイトやろうって思ってさ、はいはい、それで今に繋がってるかなっていうのがあるね。とんでもない歴史を考えてますね。いやいや、待って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 、可愛いの女の子に見せてほしかったです。バーベーバーセン、もうストロークあるからいいけどさ。これで、うん、今回の第1回っていうのは、そうです、終わらせてもらいます。じゃあまた次回もよろしくお願いします。次回は可愛いのいるんでしょうね。用意しておきます。お願いします。よろしくです。ありがとうございました。